ライドギターミュージックスクールのギター講師をやっています亮一郎です。今回の動画ではコードチェンジについて解説していこうと思います。コードチェンジのポイントとしては、まず一つ、指の動きをできるだけ最小限にしましょう。あまり左手をバタつかせてしまうと音が途切れてしまいますので、できるだけ指がバタつかないように弾きましょう。そして2つ目のポイントとしては、コードを押さえて次のコードに移る瞬間にですね、左手の、力を抜くわけですね。で、左手の力を抜いた時っていうのは弦からちょっと跳ね返されるような感覚になるんですよ。で、その跳ね返されるタイミングでコードチェンジを行う。力を抜いて跳ね返されるタイミングでコードチェンジ、これを意識してください。コードチェンジ、ポイント3つ目なんですけども、3つ目がコードチェンジをする瞬間に次のコードを思い浮かべるではなくて、コードチェンジをする、一拍前ぐらいには次のコードのフォームを頭に思い浮かべておきましょう。そうすると、こう焦らずにね、しっかり次のコードに移れるので、ちょっと余裕を持ってね、次のコードを頭に思い浮かべて、弾くようにしましょう。例えば1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 っていうコードチェンジの仕方があったとすれば、どのタイミングで次のフォームに移るコードをイメージしてほしいかって言ったら、4拍目でイメージしてください。どんな感じかって言ったら、ワンツースリー次 G、 ワンツースリー次 F、 ワンツースリー次 G、 ワンツースリー次 C っていうような感じで、ワンツースリーフォーのこの4拍目で次のコードをですね、頭に思い浮かべるようにするといいと思います。ライトギターミュージックスクールでは無料体験レッスンを実施中です。オンラインレッスンを受けてみたいけど、いきなり入会は少し不安。オンラインレッスンってどんな感じなんだろう。講師の人はどんな教え方をしてくれるのだろう。そんな心配や不安がある方はぜひ無料体験レッスンにご参加ください。今のギターに対する悩みや疑問、全く楽器に触れたことがない人でも一から丁寧にご説明させていただきます。ギターをまだ持っていなければ、ギターご購入のご相談にも乗らさせていただこうと思います。独学だけでは習得しづらいテクニックや正しい弾き方をゼロから効率よくお伝えしていこうと思いますので、悪い癖もつかず最短で上達できるようにレッスンしていきます。無料体験レッスンのお申し込みは説明文の URL からお気軽にお申し込みいただけたらと思います。ぜひ一緒にギターを楽しんでいきましょう。無料体験レッスンのお申し込み心よりお待ちしております。